旅行ガイドブック。旅行ガイドブックとは、観光や仕事などの目的で、未知の地域へ向かう、旅行する者に対して、その目的地となる、特定地域の情報や、移動手段の情報などを提供するための番物の、ことである。旅行ガイド、旅行案内所、または、単純に、ガイドブックとも呼ばれる。旅行ガイドブックは、目的となる地域の情報を提供するものである。 内容としては、地形、気候、動植物などの地理、歴史、文化、経済、言語などの情報を提供すべき、特定地域の背景を示し、鉄道、バス、自動車、人力車、陸車、レンタサイクル、船、航空機などによる移動手段の紹介、服装、宿泊、食事、見どころ、祭り、登山やハイキングその他のアクティビティや体験、 土産物などについての情報を正確に活読者に伝わりやすく記述する。また、観光地やホテルなどの宿泊施設、レストランなどの批評やランク付けなども行う。文字情報だけでなく、全体地図や詳細地図などの地図、写真なども重要なガイドブックの要素である。また、記述言語と異なる言語を用いる地域を案内する場合には、会話集や単語集、 簡易辞典なども付録する。出版形式は国別や地方別、都市別というように分割、シリーズ化して出版されるものが多い。一方で地域の行政庁やコミュニティが該当地域独自に発行するものも存在する。旅行ガイドブックの内容は発行日から経過するとともに現状に沿わなくなる。そのため、毎年、または数年間隔で改定する必要がある。 需要の少ない地域のガイドブックは発行部数も少なくなり、結果として改定頻度が減るため正確な情報の検証や場合によっては他地域と統合されてしまうこともある。旅行ガイドブックの定裁は A5 や B5、B6、バイブルサイズなど比較的携帯に便利な小型サイズが多い。一方で近年自動車による旅行を楽しむものも増加傾向にあり、 A4 サイズに折りたたみできる大きな地図が付録しているガイドブックも顕著である。また地図や写真などの見栄えを良くするため、全面フルカラーのものも多い。内容も地域の歴史や名所旧跡の紹介中心から、料理やホテル、温泉、土産物など、消費誘導型の記事や、さらに特定の観光地や、ホテルなどとのタイアップ記事、ホテルレストラン、 観光施設の割引クーポンが付いたものもある。また近年は、単なる、物見予算の旅ではなく、仕事や留学、定年後の長期滞在など長期間海外で、生活する生活を海外に移すためのガイドブック、なども登場し、リゾートやダイビング、登山など、目的別のガイドブックも増えた。旅行ガイドブックを、未知の地域へ向かう者への情報提供手段と捉えるのであれば、 その起源は人類の記録をつける習慣の発生まで遡ることもできる。記録があるものではポセイドニオスが書いたガイドブックが最古になる。そもそも交通機関が未発達であり、旅行は冒険、探検要素が多分に含まれたものだった。旅行を扱った文書の多くは筆者の個人的体験や感想を述べた気候文のスタイルが多く、 創作された内容や誇張された情報も含まれていたものも多かった。1815年にナポレオン戦争が終了し、多くのイギリス人がヨーロッパ大陸本土へ予下として旅行するようになった。それまでグランドツアーとしてごく一部の貴族のものであったヨーロッパ大陸へ旅行が産業革命の後押しで登場した中産階級へと広まりを見せた。 名所旧跡の教養的な記述に加え、交通機関やホテルレストランなどの情報を盛り込んだ近代的な旅行ガイドブックが登場しのはこの頃であった。地域別にシリーズ化された近代的な旅行ガイドブックは、ドイツ人のカール・ベデカーが、ベデカー、ベーデカーとして、ライン側案内を1828年、1835年、1839年説も、 アリに出版、イギリス人のジョン・マレーが1836年に、マレー、マレーとして、大陸案内を出版。この二つが始祖とされる。1900年に入ると英語圏では、ベデカーがシェアを伸ばした。フランスでは、アシェット社のギド・ブルー、ミシュラン社のギド・ミシュラン、ミシュラン・ガイド、ミシュラン・ガイドなどがある。ギド・ミシュランは1900年に、 旅行の活発化によりミシュラン製の自動車タイヤの各販を目論んで無料で配られた観光パンフレットであった。一切の広告を排除してホテルやレストランの保守数による格付けがなされたホテルレストランガイドブックになった。通称赤ミシュランと呼ばれる。赤ミシュランの格付けは今日においてもヨーロッパで最も権威ある評価の一つとされる。第一次世界大戦後は 旅行ガイドブックの様相も変化した。まず、マレー、ベデカーが衰退した。イギリスでは、ベデカーの英語版の執筆、編集に携わっていたジェームズ・ミューアヘッド、ジェームズ・ F ・ミューリーヘッドを中心に、イギリスで、ブルーガイドが1918年に刊行し、シリーズ化。以後、英語圏を中心に人気を博した。アメリカでは、ホダー、 フォーダー S が1936年に創刊した。またニューディール政策の一環として、分筆化の失業対策であった連邦作家プロジェクト FWP により、アメリカ国内の旅行ガイドブックであるアメリカガイドシリーズ、アメリカンガイドシリーズが、各州ごとのガイドブックを1935年から1943年にかけて刊行された。第二次世界大戦後は、 交通手段の発達により旅行の大衆化が急速に進んだ。旅行の教養的側面を重視した旧来のガイドブックから旅のハウツーを重視するガイドブックへと移行するようになった。1970年代には1日10ドル、ヨーロッパ旅行、ヨーロッパオン10ドル、AD が代表的。1973年にイギリス人、トニー・ウィーラートニー。 ウィーラーの夫婦が自身のイギリスからアジア経由でオーストラリアまで旅した内容をまとめたロンリープラネット、ローンリープラネットが出版された。以後、ロンリープラネットはバックパッカーなど個人で海外旅行を楽しむ人たちを中心に人気を集め、フランス語版、日本語版なども観光した。2004年には英語圏でシェア25%のトップの座を獲得した。 日本においても旅の記録をつけることは古くより存在した。しかし、旅日記や気候文などと明確に異なる案内記の書式は江戸時代から現れた。江戸幕府は武家、庶民の区別なく人々の移動を厳しく制限した。一方で街道の整備が進み、長く続いた太平の時代となり、物見遊山の旅を促進もした。富士山系や伊勢参りなどである。 これに伴い、道中期と呼ばれる、いわゆるガイドブックが多数登場した。江戸時代で一番古いとされる道中期は、小島野兵の著のものである。1655年、明暦元年頃のもので、江戸から東海道を通り京都までの宿間の距離、打ン等が記載されている。また、休み路ンの旅行用人集、1810年は、 旅の心へ61箇条をはじめ、諸国の温泉、街道の利点など、詳しく記されていた。可愛い子には旅をさせよなど、現在にも残る表現がある。日本の近代的な旅行ガイドブックは、明治期に入り、鉄道と共に進歩した。日本で最初の近代的な旅行ガイドブックは、明治時代の山陽鉄道によると言われる。以後、 主要な鉄道が国有化されると旅行ガイドブックの出版も鉄道院、鉄道省と鉄道事業主導、国家主導で進められた。1911年、鉄道院が鉄道院1000円同友ランチ案内を刊行。その後、鉄道旅行案内と改定される。また、鉄道旅行案内で執筆、編集に関わっていた谷口理香が博文館より、 汽車の窓から西南部と東北部の2巻立てを1918年に出版した。1912年に鉄道院の外郭団体ジャパンツーリストビューローが設立され、1919年に観光ガイドに関するコンベンション、内外案内機類展覧会が開催された。展覧会では、美文帳、官文帳で現実離れしている、広告目的で当てにならない。 気候分的で費用や工程などが不明なため現実の旅行の参考にならないなど当時流通していたガイドブックの問題点が指摘された。1929年昭和4年頃より鉄道省が編集した日本案内機が刊行された。北海道編、東北編、関東編、中部編、近畿編、畿編上下、中国四国編、九州編の発撮でからなり、 ほとんどの名所、旧跡が紹介された。この日本案内機が現在の日本国内のガイドブックの原型となったと言われる。1949年に日本交通公社から日本案内機をモデルに新旅行案内が続いて最新旅行案内が登場した。最新旅行案内はエリアごとに17巻立てであった。 1973年に当時日本全国すべての市町村を紹介し、ガイドブックとしても貴重な地理資料としても評価の高い新日本ガイドが出版される。その後、エースガイドへと続いた。法文堂で山岳ガイドブックであるマウンテンガイドブックのシリーズを手掛けていた横山元明が実業の日本社に移り、1961年にブルーガイドを刊行する。 登山やハイキングだけでなく、個人旅行をターゲットにした、編集方針で人気を博す。後年さらに目的に合わせてシリーズは細分化した。1960年代以降、他の出版社からもガイドブックが競って出版されるようになり、種類と数が飛躍的に増えた。その中には特定ジャンルの食物の情報についてのみ、扱うものも多く、特にいわゆる、 ラーメン本や香川県における、サヌキうどん店のガイドブックなどはそれ単体で、出版物の一ジャンルとして成立しているほどで、多くの出版社が、情報の充実を競っている。また JTB パブリッシング、日本交通公社出版事業局の分社の出版する、旅行情報雑誌、ルルブのムックとして、ルルブ情報版が1984年に、京都版が登場。以後、 秋文社のマップルマガジンシリーズと共に自家用車によるドライブ旅行をターゲットにしたものがシリーズ化される。外国旅行向けのものとしては外国旅行自由化となった1959年以前に日本交通公社から外国旅行案内が1952年に出版された。1七十二年に日本交通公社から海外ガイドシリーズとして 一般向けの外国旅行向けガイドブックが出版された。1979年にダイヤモンドウィッグ社より地球の歩き方が観光。当時、日本の経済成長に伴い海外旅行の大衆化が進行していた時期であった。また個人で海外旅行を楽しむ人が増えたことも追い風として海外旅行ガイドブックとして独占的な地位をつかんだ。また歩き方という呼び方が ガイドブック全般を暗黙的に示す言葉としても定着た。バックパッカーなどの自由旅行者向けに特化したガイドブックとしては1996年に旅行人ノートが刊行され2003年にはメディアファクトリーによりそれまで英語版しかなかったロンリープラネットが翻訳された。日本を海外に紹介する旅行ガイドブックとしては1867年に 出版された NB デニスによる中国日本開港地案内が最初とされる。その後、1873年に京都博覧会に来る外国人のために山本角馬が書いた京都周辺地名所案内が刊行され、さらに1874年にウィリアム・グリフィスの横浜案内、1875年にアーネスト佐藤の日光案内、 1880年に w e l キーリングの旅行者のための横浜、東京案内と続く。1881年にはアーネスト・ザトとホーズによる旅行者のための中日、北日本旅行案内が横浜のケリー社より出版され、同書の第2版として旅行者のために日本旅行案内が1884年にイギリスのジョン・マレー社から出版された。 執筆者として、バジルホールチェンバレンダを用し、小泉や雲や、日本アルプスの登山と、探検を知る市日本アルプスをヨーロッパに紹介した、ウォルター・ウェストンの寄稿がなされ、現在では木な文献となっている。同書は、その後30年間で休版を重ねた。定番とされたマレーシアの旅行案内が、陳腐化しつつあった1914年前後に、新しい英文のガイドブックが、 アイツで登場した。アメリカ人のフィリップ・テリー著のテリーの日本帝国案内は外国人目線で興味深いものをピックアップした点に特徴がありデータの正確性に難点があるものの入手が容易なガイドブックとして1933年まで幾度も改訂版が出版された。またジャパンツーリストビューローが刊行した日本ポケットガイドは 日本についてからの移動費や宿泊費など実用性を重視した。同時期に発刊された鉄道員作成の東アジア旅行案内は満州、朝鮮、南西日本、北東日本、1914年、中国、1915年、東インド、1917年の前後間からなり、観光客のみならず、海外からの貿易や、 投資の誘致を目的として作成されたガドブックである。1933年には日本編だけを一冊にまとめた日本旅行案内も出版されている。8年の歳月と莫大な資金が用いられた東アジア旅行案内はベデカに準拠した書式を採用し、優れた写真や地図、綿密なデータを掲載した貴重な東アジア資料として、 タイム氏などから高い評価を受けた。太平洋戦争後には日本交通公社が出版を引き継ぎ、スイスのナーゼル社より出版権上との要請もあった。出版物はその内容の正確性、客観性について問題となる場合がある。特に読者の見知らぬ地域を案内する旅行ガイドブックの場合、読者はガイドブックの情報に大きく依存する傾向がある。また、 ガイドブックに掲載された宿泊施設、飲食店、ホテル、旅館、レストランパティスリーなどでは、ガイドブックに掲載されたことを広告材料として用いるケースも見受けられる。また、正確性、客観性に対する評価が高ければ、それだけ掲載されている情報の信頼性も高まることとなる。そのため、用の東西を問わず、旅行ガイドブックに記載されている情報の正確性、 客観性は常に議論の的となっている。内容の正確性、客観性をめぐって、激論や関係者間の非難の応酬が繰り広げられ、ことは別段珍しいものではない。ガイドブックにおいて内容に客観性を伴わせることと広告を掲載することが両立し得るかは、古くより、その是非について判断の分かれるところである。ベデカー、ブルーガイド、ギドミシュラン、 ロンリープラネットなどでは広告費掲載が徹底された。特にレストランやホテルの格付けで権威を誇るギドミシュランの赤ミシュランシリーズは広告費掲載に加え評価対象に関しても匿名での調査を徹底している。このためギドミシュランから3つ星を与えられたレストランやホテルもまた権威を持ち多くの観光客を見込めるようになり、 複数のマスコミの取材対象となりメディア露出が増えるなど、オーナーやシェフが一躍時代の長寿となることもある。その一方で、旅行ガイドブックがテレビや雑誌などのマスコミなどに頻繁に取り上げられる時代になり、美食、観光の世界でより大きな権威を持つようになって、以降、少なからぬ弊害も見られるようになっている。例えば、高評価を得た店舗に客が殺到し、 それまでの常連客ですら予約もまともに取れない状況になるのみではなく、結局は店舗側の対応能力の限界を超えてしまい、サービス面などでの低下を引き起こしたものも少なくない。逆に著名なガイドブックに評価を引き下げられることも、店側や料理人にとっては来客数の低下のみならず、場合によっては店舗の存続をも直接に左右しかねない事態、料理人にとっては、 一流という評価が失われる危機となることがある。事実、この格下げが原因となって閉店したり、さらには料理人が廃業した、自殺したなどと噂されたことは、細かいところまで拾っていけば、枚挙に暇がないほどである。一方で、読者側は広告掲載により、販売単価を抑えたものになることが期待でき、ガイドブックの出版社側はこれにより部数増加を見込むことができる。 ガイドブック内にクーポン券や割引券を織り込むことで読者の利便性が増すと考える向きもある。例えばイギリスのウォードロック、ウォードロックのイラスト旅行ガイド、イラストレーテッドガイドの1921年版、ロンドン案内は本文262ページに対して100ページを超える広告が掲載されていた。他方、高い評価がありながらもオーナーのポリシーや思想、 経営方針などにより、格付けをされることや、ガイドブックに掲載されること自体を拒否している、宿泊施設、飲食店は、用の東西を問わずしょうからず存在しており、どのような編集、発行の形態の旅行ガイドブックであっても、そこに記載されている情報がその地域の全てを網羅し尽くしているわけではないことも事実である。また、信頼するに足りうると認めた、 特定のガイドブックにのみ掲載を許可する店舗、オーナーも存在する。そのため、読者だけではなく、宿泊施設、飲食店、料理人からどれだけの信頼を得られるか、旅行ガイドブックにとっては、情報量や、情報の価値、正確性を左右する重要な要素となる。もっとも、これらの一方で、評価の対象となる店舗やオーナーの中には、同業他店と同じ星の数なのは到底、 納得できないとして、掲載を拒否する、裏を返せば、編集者に掲載許可の条件として、自らの店舗に、同じジャンルの料理店の中で最高評価を与え、同ジャンルの他店舗には、同レベルの評価を与えないことを案に要求するような、自己の利益しか考えないものも存在しているという。旅行ガイドブックは、観光という平和な時間の中で成り立つ、出版ビジネスである。 しかし、ガイドブックはその地域情報や詳細な地図を有するため、戦争にも翻弄された。日本案内機のシリーズ最後に刊行した北海道編は、戦時体制による情報統制の影響を受けた。検閲により削除を命じられた部分が空欄のまま印刷されて、1936年、昭和11年に出版された。 第二次世界大戦中の1940年4月に、ドイツ軍がノルウェー侵攻を実施する際、最高司令官に任命されたニコラウス・フォン・ハルケンホルストが、その最初の仕事として行ったことは、対象地域について基礎的な知識を得る目的で、ベデカーを購入したことであった。1944年、ノルマンディ上陸作戦を準備している際、 アメリカ軍は前線に対して1939年版ギド・ミシュランを極秘扱いで写真伝送した。第二次世界大戦中の1942年4月から5月にかけ、ドイツ軍はイギリスのカンタベリー、ヨーク、バース、エクセターへの爆撃を行った連合国軍によるリューベック爆撃への報復とされた。この時の爆撃標的は軍事施設ではなく、 ベデカーのイギリス案内にあった名所級跡地を示す星印から選ばれた。イギリスはベデカー爆撃、ベーデカーレードという言葉でこの行為を難した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。